C2I リーグ流通経済大学戦ハイライトです。まずは前半13分、先に試合を動かしたのは青のユニフォーム筑波大学でした。大塚愛理のこの芸術的なスルーパスにウイングが裏抜けし、最後は越前大地。一時期休部していた4年生が意地を見せます。これで筑波は勢いに乗ります。サイドチェンジに対して小林新のこのインターセプト、そこから最後にフィニッシュまで持っていきますが、これは得点にはつながりません。そのまま前半は終了し、1対0で折り返します。後半になると流通経済大学が攻勢に出ます。このサイドからのクロスに対し跳ね返しますが、セカンドボールを回収され二次攻撃を続けられます。筑波もなんとかゴール前で体を張ってボールをかき出します。何度も何度も相手が仕掛けてきます。危ない、これは入ったかと思いましたが入っていません。ゴール前でディフェンス陣が壁になります。こんなことをされては筑波大学も黙ってはいません。前線でボールをダッシュし、サイドの深い位置で起点を作ります。これをボールを自分たちのボールにし、越前大地へ、これを越前大地がシュート、ゴール。これはゴラッソですね。休部から帰ってきたとは思えないほどの活躍です。彼のサッカーセンスがうかがえます。しかし2対0は一番危険なスコアです。この後立て続けに筑波大学は失点をしてしまいます。まずはコーナーキックからこの失点、そしてここからこの失点、悪い流れを断ち切ることができません。その後も筑波大学は失点を重ねてしまいます。まずは後半34分、相手に逆転ゴールを許してしまいます。そして試合終了間際 PK を取られ、運命はキーパーの4年生長山に託されました。試合終了し惜しくも敗れて